2018年第2回日本語能力試験懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番 喫茶店で店長とアルバイトの女の人が話しています。アルバイトの女の人は来月どの日に働きますか小田さん、来月6月のアルバイトのシフト、もう少し勤務日増やせないかな。バイトの中山くんが5月いっぱいで辞めることになってね。え、そうなんですかうん。で、中山くん週3日、月水日の勤務なんだけど。 その穴を埋めなきゃなんないんだよ。えっと、小田さんは今、シフト入ってるの火曜と金曜だよね。はい。月曜、水曜はどうにかなりそうなんだけど、各週で日曜も入ってもらえないかな。第一と第三。はい、わかりました。あのー、7月以降もでしょうか。新しいバイトの人探してるから、とりあえず6月はっていうことで頼むよ。はい。 アルバイトの女の人は、来月、どの日に働きますか二番男の人がボランティアの参加者に話しています。ボランティアの参加者は、今日、 何をしまますす。かえー、緑山の環境保護活動に参加いいただきありがとうございます本日は林の雑草を刈る予定でしたが先月の大雨で遊歩道が土砂に埋もれてしまったため急遽、歩道からこれを除去する作業に変更になりました撤去した土砂は後日池の柵の補強に使いますので遊歩道を脇に置いてある袋に詰めてってください えー、展望台へ行く石段は一部崩れている箇所がありますのでそちらには立ち入らないようにしてくださいボランティアの参加者は今日何をしますか 会社で上司と女の人が話しています女の人は今日中に何をしなければなりませんか武田さんおととい頼んだ販売戦略の打ち合わせの資料できてる業務の都合で今日中に見たいんだけどすみません明日になりそうなんですが収集したデータが多くて分析に時間がかかってしまって。 そうか。武田さん、新人研修会の担当も重なってたよね。ベテランだからって、いつも色々任せちゃって悪いね。データ分析は後輩の青木くんにやらせてみたらそれが、分析とかあまり得意じゃないみたいで。でも、いずれやってもらわなきゃいけない仕事だから。今回は急ぎだからいいけど、時間ある時にでも指導してあげて。研修会の準備で他の人に回せることは 今日中に会場の手配をと思ってるんですが。じゃあ、それは青木くんにやらせるとして、あ、私から伝えとくから。これで武田さん、今日中にできそうはい、ありがとうございます。女の人は、今日中に何をしなければなりませんか 4番大学の研究室で男の人と女の人が話しています。男の人はこの後まず何をしなければなりませんか先輩、食事と睡眠に関する研究プロジェクトの実験を受けてくれる調査協力者、今日までに20名ほど応募がありました。30名は集めたいから、あと10名だけど、この分なら集まりそうだね。 自宅で記録をつけてもらう作業が中心だけど、何度か研究室に面談に来てもらうってことも募集の際にちゃんと伝えてるよね。はい。面談の日時はもう少し人数が集まったら調整するとして、調査協力へのサインもらう同意書を郵送しないとね。目標人数に達するのを待たずに、その20名には発送しちゃおう。そうですね。それと、提出してもらった応募書類の取りまとめ、すぐに取り掛かってくれる どんな人が応募してくれたか見たいから。あ、はい。それはもう済んでます。男の人はこの後まず、何をしなければなりませんか 5番。会社の人事部で、上司と男の人が、会社説明の原稿について話しています。男の人は、この後、どんな情報を原稿に加えますか佐藤さん、来年度の大学生向け会社説明会の配布資料の件なんですけど。あ、はい。原稿を一通り書いてみました。こちらです。あの、 福利厚生については去年と全く同じ文章を使ってるんですけど、もっと詳細に書いた方がいいかなと思ってるんです。確かに、休暇とか住宅手当とか、福利厚生については参加者が関心を持つところではあると思うんだけど、それは口頭で十分に説明するからいいです。わかりました。えーっと、来年度から大学生に向けた社員のメッセージは載せずに、 代わりに社員の1日のスケジュール例を入れることになったんでしたね。はい。入社後の生活がイメージしやすいようにということで、次のページです。いいじゃない。それでちょっと思いついたんだけど、これとは別に、入社10年から20年目の社員を数名ピックアップして、入社から今までどんな業務経験を積んで現在に至るかっていうモデルを提示できないかなと思って。将来がイメージしやすくなりますね。 分かりました一日のスケジュールとともに今回から新たに加わる情報ですね男の人はこのあとどんな情報を原稿に加えますか問題2。 問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 1>, 1番。ラジオでアナウンサーが農学部の教授にあるリンゴについてインタビューしています。教授がこれから取り組もうとしていることは何ですか 本日は、リンゴの新しい品種、小町の生みの親である森田教授にお話を伺います。このリンゴは、県の委託を受けて私の研究室で開発したものなんです。開発当初は酸味が強くて、そのまま食べることができず、ジャムやケーキといった加工食品を考案したりして。そうなんですか。ええ、その後、酸味は収穫時期で差が出ることが分かって、 酸味を調整して美味しいリンゴが提供できるようになったんですけどね。一連の研究成果では、色は水分量に左右されることも判明してまして、この先はですね、色合いをコントロールして、より発色のいいものを作り上げたいと考えています。そうですか。私もさっきいただいたんですが、程よい酸味でとても美味しかったです。人気ブランドになりそうですね。栽培の規模が小さいのでそこまではね。 教授がこれから取り組もうとしていることは何ですか二番喫茶店で女の人と男の人が話しています男の人はどうして個人旅行より パッケージツアーの方がいいと言っていますか もうすぐ夏休みだね。何か予定はヨーロッパに行くんだ。古代遺跡を巡るっていう期間限定のパッケージツアーがあってね。本当は人見知りだから、一人で団体旅行に申し込むのを勇気いったんだけど。私は個人旅行派だな。パッケージツアーだと、どんなに疲れてても決まったとこに連れてかれるし、食事する店も決まってるでしょあ、でもツアー内で出会いがあったりして、そういうのは楽しそうだね。 だから人見知りなんだってば。確かにあんまり自由はないけど、その分限られた期間で見たいとこパッパッと行けるじゃない一人だとうまく移動できなかったりして余計な時間食うよ。その余計な時間がいいんじゃない時を楽しむっていうか。まあ、考え方は人それぞれだね。それにしてもツアーって個人で行くより安いって思ってたけど結構値が張ったよ。 普通なかなか予約取れないようないい店で食事したりするんじゃない楽しみだね。男の人はどうして個人旅行よりパッケージツアーの方がいいと言っていますか 3番会社で女の人と男の人がある失敗について話しています。男の人は今後会議の前にどうする必要があると言っていますか ねえ、昨日会議の後浮かない顔してたけど、どうしたの会議時間かなり長引いたみたいだけど。うん。議題に関する資料、参加者全員に事前にメールに添付して送付しといたんだけど、ほとんどの人が目を通してなかったんだ。メールで送れば必ずチェックするもんだって思ってたんだけど。みんな忙しいからね。添付ファイルは後で見ようと思って結局忘れちゃうことあるんだよね。うん。 今回はほんと学んだよ。会議の日が迫ってきたら資料に目を通したかもう一度連絡入れるべきだって。せっかく議論を効率的に進めようと思って事前に進行役と打ち合わせまでしたのに、その場で一から資料を読むことになって。で、会議の時間伸びちゃったんだ。そっか。次からは今回学んだことを実行していくよ。 男の人は今後会議の前にどうする必要があると言っていますか。四番。市の議会で市長が公共施設について話しています。市長は今後。 どうしていくと言っていますか我が山川市では 公共施設の老朽化が進んでおり、今後10年の間にその建て替えに多くの費用を負担することになります。人口減少に伴い財政は厳しさを増す一方であり、施設利用者も減少の一途をたどっています。施設の一部を民間企業に売却することもこれまで議論されてきましたが、うまくことが運びませんでした。この現状を踏まえ、徐々にではありますが、 施設は統合廃止を図ることで必要最小限にしていくほかありません。基本方針をこのように考えています市長は今後どうしていくと言っていますか 5番病院でレポーターが院長にロボットの導入についてインタビューしています。院長はロボットのどんなところが改善されるといいと言っていますか こちらの病院では、先月から総合受付に人型ロボットを設置し、受付業務や院内の案内などを任せているそうです。院長、実際に置いてみていかがですかええ。受付の混雑が緩和されました。これが設置目的の一つでもあったんですが。会話できるロボットということですが、ロボットの声は機械的で聞き取りにくくないですか実は私も危惧していたんですが、 そのイメージは昔の話で技術の進歩はすごいですよ。そうですか。声もさることながら会話力もですね。受けた質問は想定内のものなら問題なく対応できますし、これでもう少し親近感のある見た目にさえなればと思うんですよね。そうすれば患者さんの気持ちを和ませることなんかもできるんですけどね。いかにもロボットって感じですから。なるほど。 ロボットの設置には定期点検など管理費がかかるんですが、まあ、ロボットに任せる業務の人件費を考えたら費用対効果は高いと思います。委員長はロボットのどんなところが改善されるといいと言っていますか 6番会社で管理職の女の人と男の人が話しています。男の人は部下を育てる上で何が大切だと言っていますか男の人です。 太田さん、毎年この時期に部内のスタッフ全員に提出してもらう自己分析と目標設定のシート。もう目、通したうん。みんな自分の得意分野と不得意分野をちゃんと把握してるって印象だったな。目標設定では不得意なことでも新たな分野に挑戦したいってみんな意欲的だったよ。そう。私たち管理職はスタッフが各方面で力を発揮できるよう、 不得意分野の克服も含めてしっかりサポートしていかないとね。そうかな。そういうバランス重視の考え方もあると思うけど、僕らがやるべきなのは、それぞれの得意分野を見定めて、それを伸ばしてやることなんじゃないかな。でも、会社っていうのは、人事異動があってずっと同じ部署にいるわけじゃないんだから、いろんな部署での配属を想定して、バランスよく能力を高めることが必要じゃない会社にはいろんな人がいるから、 補いい。えるじゃない弱点の克服ってものすごく時間かかるものだよ。仕事で結果出しながらそれをやらせるのはどうかと思うよ。男の人は部下を育てる上で何が大切だと言っていますか ここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから、 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> 旅行関連のイベントで旅行会社の男の人が話しています 空港や旅先での荷物の紛失、盗難、不安ですよね。我が社では新たに、携帯電話と連動した旅行用カバンを開発しました。携帯から30メートル離れると、双方で警告音が鳴り、事態を知らせます。万が一、紛失、もしくは持ち去られたとしても、GPS 発信機が搭載されているので、携帯から位置を把握、追跡できます。ただ、盗難の際は危険を伴うこともあるので、 自力での無理な追跡はくれぐれもなさらないように男の人は主に何について話していますか ?1 新しく開発した製品の機能 2, 2空港でよく起きている事件 かばんの安全な持ち方旅先でトラブルから身を守る方法 2> 2番会社で男の人と在宅勤務を体験した女の人が話しています。 前田さん人事部が募集してた在宅勤務体験やってみたんだって制度を取り入れるかどうかの試験的なものだって聞いたけどうんたった1週間だけどねいつも高齢の父を一人家に置いて仕事に出るのは気がかりだったんだけどそれがなくて仕事に打ち込めた早く制度化されないかな働きやすくなる人いるだろうねだけど体験してみてそう簡単に導入ってわけにはって思ったのも事実かな えそうなのオフィスならささいなことでもすぐ誰かに気軽に聞いたりできるでしょ家でとなるといちいちメールや電話で聞くのをはばかられて他の体験者もいいことばかり報告したわけじゃなさそうだしまずはそういうのを一つずつクリアしていかないとってこと体験した人じゃないと分からないことってあるもんだよね 在宅勤務制度の導入について、女の人はどう考えていますか ?1、1> 問題点はなく、早く導入した方がいい。2>, 2、問題点はないが、導入しなくてもいい。3、問題点を改善してから導入した方がいい。 問題点があり導入自体をやめた方がいい3番講演会で建築家が話していまものを作るのに大切なことは入念な計画と準備であるといった人がいます。 私も大いに賛同します。ただし、それは想像的なものでない場合に限ります。発想を形にするには何度も壁にぶつかって、失敗してはやり直す。その過程が栄養となり、アイディアを発展させるのです。現代人はとかく入念な準備に重きを置き、それが不完全なまま次の工程に進むことを躊躇しがちですが、失敗はものづくりにおける必要な過程なのですから、 恐れることはないのです建築家は何について話していますかものづくりの準備でやっておくべきことものづくりで個性を生かすことの必要性3 計画的にものを作ることの重要性。4創造的なものを作るのに大事なこと。4番。会社で社長が新たに管理職になった人たちに話しています。 皆さん、管理職になると、今まで同僚だった仲間が部下に、友人ライバルが自分の管理下に入るわけです。厳しく注意をしたり、組織の側に立って物を言わなければならなかったりと、これまで通りの付き合いとはいかないこともあるでしょう。そういった中でも、管理職というのは部下を導き、しっかり結果を出さなくてはなりません。部下一人一人のやる気を引き出し、 公平にかつ適正に評価するよう努めること。今、私が話したことは、しっかり肝に銘じておいてください。社長は何について話していますか ?1 部下との上手な付き合い方二、部下との間で起きやすいトラブル 部下のやる気を引き出す方策4部下を持つにあたっての心構え5番テレビで女の人が話しています。 キャッチボールには必ず相手が必要ですね。相手が上手にボールを受け取ってくれると、投げる方も気持ちよく投げられるものです。会話もこれと同様で、受け取る人がうまく受け答えしなければ、ぎくしゃくしてしまいます。受け答えには、うんうん、それでなど、青信号のように、そのまま話を続けてという意味のものもあれば、どういう意味ちょっと待って。 など、途中で相手の話を止める、黄色や赤の信号の役割を果たすものもあります。話している人に対して、いつも青信号がいいかというと、そうではありません。いい加減な合図や一本上司の対応では、話す人も話す意欲を失ってしまいます。黄色や赤の信号もうまく利用して、話の交通整理をしていくと、相手も気持ちよく話せるでしょう。 女の人は何について話していますか 1, ?1 スポーツにおけるコミュニケーションの重要性 2, 2いい聞き手になる方法3交通ルールの果たす役割4人前でわかりやすく話をする方法 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番色々いろいろ検討しましたが、この契約のお話はなかったことにさせてください。一お話ししなかったんですか二今になってそのようなことを言われましても三では契約成立ということで 2番昨日木村先輩とカラオケ行ったんだけど、もうゴリゴリだよ。1なんか大変なことでもあったの ?2, 2また一緒に行くつもり 3, ?3 いいな、何をおごってもらったの 3番、会計士の資格、何としても今年取ってみせるよ。1、応援してるからね。2>, 2、よく見えるといいな。3、3> おめでとう、頑張ったね。 4番ランチに良さそうな店見つけたんだけど、この後戦約ある ?1 あ、予約はまだなんですけど 2, 2あの、同期の仲間とすみません 3, 3この先には店はないと思います 5番。課長、さっきの件、私、かのみんなが何と言おうと反対と言ったら反対です。1、みんなそう言ってるの ?2、2> ちなみに君は賛成反対 3>, ?3、何が何でも反対ってこと 6番あのファイルの整理はもう少しテキパキやってもらえますか ?1 間違いに気づかずすみません 2, 2適当にやったつもりはないんですがすみません 3, 3容量がつかめなくてすみません 7番。週末、中学生のメイが遊びに来るんだけど、どこ連れてったらいいか検討もつかないよ。1。中学生ならそれがいいんじゃない ?2。2> 本人に希望を聞いてみたら 3>, ?3。それじゃあ楽しい週末だったでしょう。 8番、この絵、山田さんが描いただけあって豪快だよね。1、1> 山田さんの作品なのにね。2>, 2、人柄出てるよね。3、あえて豪快に描いてみたんだね。 9番、今日は朝からろくなことないんだ。1、ついてない日ってあるよね。2>, 2、私だって何もないよ。3、3> へえ、羨ましいな。 10番、こないだのトラブル、解決のめどは立ちましたか ?1、ありがとうございます。助かります。2、まだ立て終わってないんです。<S 3, 3、まあ、なんとかなりそうです。 11番。部長、リンさんの初めての商談、同行しましたが手助けするまでもなかったです。1。1> 一人でやれたなんて大したもんだ。2。やっぱり商談やらせるのは早すぎたね。3>, 3。じゃあ、リンさんは何も手伝おうとしなかったの 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1>, 1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて。 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> パソコン売り場で店員と女の人が話していますお客様ノートパソコンをお探しですかはい 長時間使っても目が疲れにくいものがいいんです。小学生の娘用なので、有害なサイトへのアクセスを制限するソフトがインストールされてて、できれば6万円ぐらいまででと考えてるんですが。目への負担と安全性をご心配されているということですね。こちらのパソコン、マリンはいかがでしょうはあ。価格は8万2000円と少しオーバーしますが、 悪質なサイトをブロックするソフトも入ってますし、長時間使用しても目が疲れにくい画面が採用されています。結構な値段するもんなんですね。あの、もう少し安いのもありますかお手頃価格のものですと、こちらのパソコン、スターが4万5千円、ベストが6万円とおすすめです。ベストは目の負担を軽減する仕様になっていますが、スターはなっていないですね。 安全性のソフトはどちらも入っていないんですが、ご自身でインストールされるなら、ソフトは別売りで5000円で販売しています。そうですか。それと、こちらのダイヤという製品も名の負担が少ないです。通常7万5000円なんですが、今ならキャンペーン中で本体が1万円引き。それに、安全性ソフトを5000円でご購入いただくと、当店で無料でインストールします。でも、 マリンと同様、こちらも6万円は超えちゃいますね。うーん。有害サイトへのアクセス防止は譲れないですね。それと目が疲れにくいことも。自分でインストールするのはそういうの得意じゃないのでやめときます。予算内に収めたいのは山々だけど、安い方ならまあいいか。これにします。女の人は、 どのパソコンを買うことにしましたか ?1、1> マリン 2>, 2、スター3、ベスト4、ダイヤ 2>, 2番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では始めます。テレビでアナウンサーが 新しいスタイルの演劇について話しています。今、観客が様々な形で能動的に関われるスタイルの演劇が話題になっています。ある一日という劇団桜の演劇は、前半上演後、後半の話の展開をどうするか、幕合いに観客がアンケートに答えて、多数決で決まるというもの。それから、劇団ジョイのファミリー。選ばれた観客が舞台に上がり、 ちょっとした役をその場で演じることができます。そんな度胸はないという方、ミュージカル大空へはどうでしょう ?10 年にわたり公演されてきましたが、今ではあのお馴染みの主題歌が流れると、字幕が舞台に映し出され、客席で観客が同時に声を合わせて歌うんだとか。ミステリーものでは劇団ホタルの砂の家。事件の犯人は劇中では明かされず、観客が推理をして、 携帯電話で回答するんですが、後日その回答結果とともに、真実がメールで配信されます。このような進化したスタイルは、新たな観客層を獲得することでしょう。筋書きが決まってない劇って、ライブ感があってワクワクするな。一体どんな風になるんだろうね。私もどれか参加してみたい。そうだな。劇場みたいな大きな空間で、 思いっきり声出せるなんて滅多にないことだから、それがいい。人前でセリフ言うなんて緊張しないのすごいね。僕にはとても。そうじゃなくて、みんなで合唱したいの。スカッとするだろうな。なんだ。僕は自分がストーリーの決定に参加できるなんて思っても見なかったから、やっぱりそれ見に行きたいな。質問1。 女の人はどの演劇を見に行きたいと言っていますか質問2男の人はどの演劇を見に行きたいと言っていますか これで、懲戒試験を終わります。 Thank <laughs> you.